リオデオロ、スペイン統治下の西アフリカリオデオロの荒れ果てた地形リオデオロはサギア、エルハムラと共に1969年からスペイン領サハラの州を形成した2つの地域のうちの1つである。19世紀後期はスペインの植民地とされていた。西サハラの南を占め北緯26度から21度の間にある。 面積は7 1 0 4 2 m m で全体の3分の2を形成している。リオデオロの名称は昔この地域を東西に流れていた川に由来しているが、その川はいわゆる枯れワジもしくは地中に消えたと考えられている。リオデオロの州都の名称は以前はスペイン人植民者の名を取ってビラシスネロスとされたが、モロッコ行政下で町の名はダフラと解消された。 この地域に黄金の川の名称がついたのは15世紀で、すでに12世紀には北アフリカとの交易で金を受け取っていたイタリアやスペインの商人が西アフリカ奥地で取れる金を求めて大西洋に注ぐ川を目指したためである。この行動はやがてアフリカを南下する大航海時代の幕開けにつながる。1975年にスペインが撤退すると激しく ポリサリオ戦線によって争われたものの、西サハラは、マドリード協定により、モーリタニアとモロッコに分割統治された。分割戦は、リオデオロの真ん中を走り、モロッコは、サギア、エルハ村と、北の部分を、モーリタニアは、ティリス、アルガルビーヤと呼ばれる、北部州のように、下の3つの部分を併合した。その州都がすでにダフラと呼ばれていた。 4年間のポリサリオ戦線との戦いの後、モーリタニアはタイアゼアルガービジャを放棄し、西サハラから撤退した。その後モロッコとポリサリオ戦線の間で紛争が起こり、未だ解決していない。1991年より停戦が発効している。この地域は今日、モロッコの砂の壁によって西側を分断されており、 ポリサリオ戦線は東にサハラアラブ民主共和国支配下の自由地域を持っている。これらの地域はミネルソによって交渉中である。ミリタリーアグリーメントナンバー1アーカイブド2008年5月11日アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。